皆様、はじめまして。NTT 養成センターというところに勤めております、田辺と申します。ですね、普段の業務はですね、JBOS も EAP ですけれども、それをグループの、NTT グループですね、の、使っている人たちですとか、使おうとしている人たちに、サポートですとか、そういったところを、普段の業務としております。あとは、新しい機能が出たら検証してみたりですとか、そういったところをやっております。ではプライベートでもすごく JBOS 好きで、いろいろと触っているところです。で今回お話しさせていただきますのが、ワイルドフライから、入った Web サーバー、Web コンテナ、サーブレットコンテナであるところのアンダートーです。で、あんまり大した話ではないんですけど、この資料の中ではどういったところで確認したかっていうところをちょっと挙げさせていただいてます。すいません、すごく資料、文字をですね、いろいろとちょっと詰めちゃったところもあって、ちょっと見づらい方、もしかしたらスライドシェア等で確認していただけるとすごくありがたいですし、随時ご質問いただいた方がいいかなと思っております。なので、あと結構いろいろといっぱい書いちゃったので、私が個人的に推したいところとか、そういったところをポイントでやっていこうかなと思っております。で、今回、大雑把なアジェンダですけども、そもそもアンダートーって何なのっていうのと、アンダートーのアーキテクチャの触りのところだけ、あとは設定ポイントですね。ちょっとここが、ボリュームがそこそこあるんですけれど、あとおまけでアンダートー、いろんなところで使われ始めているアンダートーっていうのを、ちょっと時間があればご紹介していこうと思います。で、アンダートー何ですかっていうと、もちろん散々言ってきたんですけども、Web サーブレットコンテナですと、Java AE の世界の中では。で、ワイルドフライから入ってきました。で、じゃあ、ワイルドフライから入ったってことは、ワイルドフライ以前があるわけで、JBOS を以前から使われている方にはご存知かと思うんですけれども、JBOS Web っていう Tomcat ベースの実装が AS7 以前からは、ずっと使われていました。でこれはTomcatベースでして、ただTomcatをそのまま持ってきているわけではなくて、先ほど木村さんもお話しされていましたけれど、いろいろとチューニングをしていますと。特にクラスタリングっていうのはTomcatのものは使わずに別実装で切り出していたり、インフィニスパンと J グループスの組み合わせで実現していたりと、かなり手が入っていますと。で記憶に新しいところでは、この前、ストラッツ祭りというところがあったかと思いますし、皆さんもちょっといろいろと思い出したくない部分もあったかもしれませんけれども、Tomcat、JBOS Web だと、クラスローダーで公開しているプロパティ、私も職種ごと場の方がそれを探してすごいと思ったんですけど、ちょうど乗っ取られないような感じになっていたので、実は JBOS EAP は無傷だったっていうところもあって、非常に安定したアプリケーションサーバーのウェブコンテナとなっています。でそこで、ワイルドフライからアンダートーっていうのが出てきましたと。わざわざ伝統ある JBOS ウェブを変えてアンダートーを使ったってことは、いろんな理由があります。で、アンダートーはスクラッチです。スクラッチって言っても本当に完全に一からだけじゃなくて、基盤はあって、XNIO っていう、これも JBOS のプロダクトの一つなんですけれども、そちらを、スレッドの管理の基盤として使っています。私も今回この資料を作るときに、そういえばいつできたんだろうと思って気になったんですが、2012年7月なんで、ちょうど2年ぐらいの開発。当然2012年7月以前企画とかは当然あったと思うんですけど、大雑把なアーキテクチャの設計ですとか、あったと思うんですけど、実際にコードが書かれてからは、ここにね、というところになっています。最初は、ちょっと読めないんですけど、複数語っていうんですかね。ポルトガル語で、ド忘れしてしまいました。アイグマ、なんか可愛い哺乳類の感じでした。が、なんかログ見たら2週間ぐらいでアンダートーってなってて、なんか思うところがあったのかなっていうのはちょっと気になるところです。で今アンダートーですと。で、じゃあなんで新しいウェブサーバー必要になったのかってところなんですけど、ウェブってずっと発展してきていますと。今アプリケーションサーバーで何かものを作ろうって思ったときに、当然 Web アプリを作るわけですと。コルバでとか、TP モニターでとか、そういう話じゃなくなっています。なんで Web はもう空気みたいな存在であって当たり前のものですと。もちろん Web はなんでじゃあ重要か、Web サーバーが
いいアプリケーションサーバーの中で何で重要かっていうと、それは Web のエンドポイントを司るからですよね。スタンダードなサーブレットもそうだし、JAX-RS だってもともとサーブレット、元はサーブレットでディスパッチされていくので、それはサーブレットアプリケーションと言ってもいいでしょうと。あとは WebSocket もそうですし、どんどん新しい Web に追従していくためには、新しいものを作っていかないといけないと。自分たちが自由にできるアーキテクチャを作っていかなきゃいけないっていうようなことが、まあ、この FAQ に書いてありました。で、まあ、いろんな、じゃあ、で、その FAQ の中にもいろいろまだ書いてあって、ネッティとかあるじゃん、それ使えばいいんじゃないのって書いてあったんですが、まあ、それもいい線ではあるんですけれど、XNIO っていうのが、まあ、ちょうどいいさじ加減でしたと。スレッド管理とか NIO、私もそんなに詳しくないですし、そんなに大きなプロダクト作ったことないんですけど、NIO で何か作ろうとした時って結構大変ですよね。チャンネルとバッファーとセレクター使ってかなりちまちました感じになってしまいますと。そこら辺かなりボイラープレートなところを吸収してくれている XNIO。でもそれ以上は踏み込まない。そこら辺の軽量さっていうのがアンダートンにぴったりだったっていうことになります。で、あと個人的な考えもあるんですけど、まあ、ワイルドフライに収まるにあたって、クラウド上での利用、ウェブ、クラウド上での利用を強く意識しているようにも思っています。これは後ほどちょっとスライドの中にも出てきます。なんか外れたかも。そうですか。なるほど。そういうこと。これをここに。そう、その辺に。あ、その辺に。それはできそうです。ちょっとね、なんかね、ハイライトフォーカスが上がってるんで、下のバーを。下のバー。ちょっと、あ、ということですね。すみません、失礼し、取り乱してしまいました。なんかいろいろ、すみません、いじくった間にどんどん進んでっちゃってたんですけど。左。あ、で、まあ、なんでアンダートーができたかっていうのはちょっとお話ししましたと。で、じゃ特徴はまあ4つばかり挙げていこうかなと思います。で、アンダートーすごく軽量です。まあ、トップページにも書いてあるんですけど、まあ、ジャーだけ見たら 1.3 メガバイトぐらい。で、私もちょっと試しに、ハローワールドだけ返すようなサーバーをアンダートーの API 使って返してみたら、まあ、10メガどこか4、5メガぐらいで動きました。すごいなと思って。で、次なんですけど、まあ、これ、アーキテクチャの話は後ほど少し、触れますけれど、まあ、必要なものを組み合わせて使うっていうアーキテクチャになってるんですね。なんで、アプリケーションに容易に組み込み可能になってます。もちろん、ワイルドフライにもすぐに組み込み可能になってたっていうのはこのゆえんですね。では、今回は組み込みアンダー等の話はあんまり出てこずに、ワイルドフライの中で使うっていうことを想定しています。で、3番目なんですけど、まあ、ブロッキング、ノンブロッキング API を共に提供しているところですと。今、サーブレットとかだと、まあ、自動的にブロッキングの API に変わりますし、アシンクサーブレットとか WebSocket だとノンブロッキングっていうふうに、まあ、かなり勝手に使い分けてくれるという親切な作りになっています。で、先ほども木村さんの発表にもありましたけど、HTTP アップグレードのサポートですね。これは HTTP アップグレードのサポートっていうよりは、まずは WebSocket の対応がまずはありますと。Java E7 で義務付けられているので、まず HTTP アップグレード、WebSocket を実現するためには HTTP アップグレードの機能が必要ですと。で、その中で、まあ、なんていうんですかね、いい副作用というか、もあって、じゃあ他のプロトコル、独自プロトコル、RMI とか、リモートプロトコル使ってる技術も、アップグレードしちゃえば HTTP だけで集約できるじゃないかっていう話ですね。で、これはスタンドアロンフルっていうフルプロファイルで起動するときに使われる代表的なポートを挙げてみました。これクラスタリングとかないので、まあ、機能で使ったところですね。で、黄色字に挙げてたところがリモーティング、あとメッセージング、あとマネジメント、まあ、CLI 用のリスンポートが999あったんですけども、それが全て HTTP に集約されていますと。
で、これどういう時に嬉しいかっていうと、まあ、先ほどクラウド対応っていうのを意識してるんじゃないかっていうところも絡んでくるんですけれども、例えばパンズとか使う環境、まあ、先ほど例に挙げてたオブジェクトとかだと、一つの筐体もしくはズルじゃなくて仮想マシンの中にいっぱいアプリケーションサーバーが実行すると、そうなると IP は一つになっちゃうんでいっぱいポート使っちゃうわけですね。そうなるとこんだけあるとそれだけバイバイで増えてきちゃうので、少ないことには越したことないっていう形になってます。で、次にアーキテクチャの概要ですけども、まあ、あんだと大きく分けるとすごいちょっと乱暴かもしれませんが、大きく分けると3つからなっていってます。 XNI のワーカーとリスナーとハンドラーです。XNIO のワーカーは何かっていうと、まあ、XNIO っていうフレームワークの機能をそのまま使って IO スレッドっていうものとタスク用のスレッド、まあ、これスレッドプールですけどもを管理するものになっています。リスナーって何かっていうと、まあ、いろいろやることが多くて、まあ、リクエストの受付をしてからその後処理を渡して、クライアントにレスポンスを返すとかになっています。まあ、従来の、Tomcat ですとコネクターに相当するものだと思っていただければと思います。で、今だと HTTP と HTTPS と AJP 使えて、今後スピーディーもサポートするってと書いてありました。で、このリスナーは先ほどの、XNIO ワーカーの IO スレッドと紐づいていて、実際に何だか、例えばサーブレットとかの処理をするときは、まあ、タスク用のスレッドにディスパッチするような作りになっています。で、先ほども申し上げましたけど、サーブレットではブロッキングするし、Web ソケットとかアシンクサーブレット、まあ、ノンブロッキングな形になっています。きっとコンカレントユーティリティスとかもそういった形になるのかなと、それは試してないんですけども想像しています。じゃあハンドラーは何かっていうと、これが一番の肝になるところですね。処理を行う単位ですと。で、一つのハンドラーは一つの役割しか持ちません。例えばアクセスログだけを出すハンドラとか、サーブレットだけの実行するハンドラとかってあって、いろんな複数のハンドラをチェーンさせてやりたいことを実現するってことになっています。まあ、大体ちょっとすみません、文字潰れちゃってるかもしれないですけど、まあ、上 HTTP コネクタってあります。これリスナーですね。で、まあ、いろいろとエラーページのハンドラとか、例えば404とか500が書いたときに何するかとか、ホストヘッダーをどうするかとかってあって、じゃあもろもろセット完了したらタスクのスレッドに、じゃあこの do get をやってくださいねっていうような感じでハンドラーとして処理を作っていきます。で、ちょっと簡単な、先ほども出てきましたけど、行動で確認してみたいなと思うんですが、これすみません、組み込みアンダー等の行動例になります。これハローワールド返すだけの HTTP サーバーのコードなんですが、これだけで、これをメインメソッドが呼び出すだけで、ウェブサーバーになります。まあ、ハローワールドを返すだけなんですけれど、まず何かっていうと、リスナーを追加しています。8080ポートで、ローカルホストでっていう、そういうリスナーを追加しています。で、次に、セットハンドラー、ハンドラーですね。これは、ハンドラー、まあ、1個しか今チェーンしてないハンドラーだけですけど、どういう処理をするかっていうと、レスポンスヘッダーにコンテンツタイプテキストプレインっていうヘッダーつけて、ハローワールドっていうエンティティを返すような処理をしてねっていうハンドラーの設定です。で、この HTTP サーバーエクスチェンジっていうのは結構重要で、この中にリクエストとレスポンスのステータスが全部詰まってます。なんで、この HTTP サーバーエクスチェンジをいろんなハンドラーが寄ってたかって、修正して最終的にレスポンスします。で、最後、これですね。まあ、こうやってできた、これビルダー API なんで、ビルダーってあって、最後、ビルドしてますと。そうすると、アンダー等のインスタンス、まあ、どういうリスナーを使って、どういうハンドラーがあって、どういう処理をしてっていうのが詰まったインスタンスがあって、それをスタートすると、まあ、うまい具合に、先ほどの XNIO のワーカーですとか、リスナーを紐付けてっていったもろもろの処理が全部ここに詰まっています。これだけでできます。で、
まあ、要はアンダーとはハンドラーの集合ですと。でまあ、先ほどの例を見ちゃうと、じゃワイルドフライで自分がやりたい処理をやろうとすると、いっぱいハンドラーを作らなきゃいけないじゃないかってちょっと勘違いしたかもしれませんが、ワイルドフライがアンダーとを起動するときには、さあこの人はサーブレットを持ってるなとか、ウェブソケットを持ってるなっていうのをちゃんと分かっていて、適切なハンドラーをきちんと詰めてくるので、普段は意識する必要がありません。ただ、独自のハンドラーを使ってみたいとか、そういった、ケースがあれば、こういった作りであることっていうのは頭の片隅に残していただくといい時があるかと思います。では、設定ポイントですが、その前に、今までワイルドフライというか JBoss AS7 を使われてない方ももしかしたらいらっしゃるかもしれませんので、まあ、どうやって設定をするんだっけっていうのを、知っている方にはすごく退屈になってしまうかもしれないんですが、ご案内させていただきます。AS7 からすごくシンプルになったんですね。昔の AS6 以前っていうのは、設定ファイルがいろんなところに分散してました。いろんなところって何かっていうと、サーバーインスタンスを表すところの下にディレクトリがいっぱい掘ってあって、メッセージングはこの、デスティニーション XML を使ってねとか、ウェブサーバーの設定はここを使ってねってなってたんですけれども、でしかも設定方法は基本的に手書き、XML 直接編集していくっていうことがスタンダードな感じでした。まあ、出来上がったものを用意しておいて、こうペットも当然あったかと思うんですけど、それが一新されて、S7 からスタンダーロンなんとか XML、スタンダーロン .XML ですとか、スタンダーロンフル XML とかに集約されて、インターフェース、XML 直接編集だけじゃなくて、この2個、CLI、コマンドラインインターフェースと Web コンソール。Web コンソールもともとあったんですが、きちんと永続化されるような仕組みを持った Web コンソールが導入されました。あまり具体的なやり方は後ほど時間が空いたときにこの資料を見ていただくとすごく嬉しいんですけども、まあ、CLI、まあ、起動する方法とかも載せておりますので、もし初めて触られた方とか今まさにちょっと動かしているなんて方はちょっと見ていただければと思います。で、まあ、Web コンソールはこんな感じです。で最後、ちょっとここだけ注意した方がいいかなっていうのは、やっぱスタンダード XML を直接編集するのはあまりよろしくないかなと私個人的には思っています。もちろん XML 手で直すとタイプコピペースがありますし、何をしたか記録残らないと。これ何かっていうと、先ほどの CLI とか Web コンソールで何かやると、ここに履歴が残っていくんですね。すごくこれ便利で、これディフ取ればよろしいと。もちろん、スタンダード XML を Git で管理してるぜなんていう方もいらっしゃるかと思うので、そちらでもいいんでしょうけれども、まあ、特に何もしなくてもどんどんスタンプされていくので、まあ、これを言った意味でもいいですと。あと、XML、これはいい、なんていうんですかね、設定より規約みたいな感じのイメージで、デフォルトで設定されてるやつはほとんどパラメータとして出てこないんですね。なんで、スタンダード XML をこちっと見てても、これは何が設定できるのかなとかっていうのはちょっとすぐはわかんないと。実際にデフォルトから変えるとそのアトリビュートが突然ムッて出てくるって感じになっているので、ただ眺めてるだけだとちょっと分かんないかなっていう部分があります。まあ、ただですね、大まかなデータ構造 JBoss じゃないですねワイルドフライを形作っている構造要素って何なのかなっていうのを俯瞰する意味ではすごくいいものだと思いますので、たまに眺めるとよろしいかと思います。例えば CLI とか Web コンソールでなんか数字をいじってみたと。そしたら、スタンダード XML にどんな変化が起こっているのかっていうのを見ると、ああ、なるほどねと、こことここはこういう参照があっているのねっていうようなのが見えます。ので、たまに見返すとすごくいいかと思います。じゃあ、すみません、設定ポイントを、まあ、ちょっと駆け足になってしまうかもしれませんが、ちょっとご紹介していきます。あとですね。すみません自分が思っているより遅く動いたんですね。まず何かっていうと、ちょっとサブシステムっていうのが単位があって、ちょっと初めて見る方にもなんだそれって感じなんですけど、
まあ、ワイルドフラワーサブシステムっていうのの集合で、それで Java A のアプリケーションサーバーの設定をいっぱい持っているっていうふうに思っていただければと思います。で、アンダートーは設定はスラサブシステムイコールアンダートーってところに設定があるんですけど、それよりも前にちょっとここ最初分かりづらいところあるかもしれませんが、スラサブシステム IO って別のサブシステムがあって、ここに依存してるんですね。依存してるって何かっていうと、ここで設定した値をスラサブシステムアンダートーで参照してるっていうことです。で、ここの設定がスレッドの数とかに関わってくるので、まあ、実質的にチューニング、まあ、性能って意味だと実質的にチューニングポイントになる可能性が非常に高いと考えています。で、ワーカーズとバッファープールっていうのがあったと思うんですけど、ワーカーズの中でもこの 1,2,3,4,5 個項目があって、その中でもこの2つが特に重要だなと個人的に思っております。 IO スレッズっていうのが、まあ、先ほど出てきましたけど、まあ、リスナーとひもづくやつですね、受け付けると。でタスクマックススレッズっていうのが IO スレッズからディスパッチされて実際にサーブレットとかドゥゲットの中身とかをやるというところになっています。そこの最大数ですね。でちょっとタスクコアスレッズっていう、まあ、最小数設定するとかあるんですけど、これなんかスレッドを起こすときに結局エグゼキューターの何じゃっけプールのエグゼキューター作ってるんですけど、2つとも最小もマックス与えてるし、マックスもマックス与えたんで、まあ、固定値をやろうとしているようにソースが見えてました。でしかも設定ができないですね。でまあちょっとそれはさておき、じゃあ IO スレッズって何かっていうと、まあ、先ほども申し上げましたけど、リスナーと紐づいていて、最初受け付けるところですね。で、これデフォルト利用可能な CPU 数は掛け2になっています。例えば私のマシンだったら、CPU クワッドコアで、バイパスレーティング有効で 8×2 の16セットとか、そんな感じになっています。で、タスクマックススレッズも同じような感じで、利用可能 CPU 数掛け16。なんで、例えば 8×16 の128スレッドとか、そういった感じになっています。これはあくまでデフォルトで、チューニングする必要があるところかなと思っています。で、私もまだ簡易なベンチマークしかやってなくて、先ほどのアランさんの資料でこんなベンチマークやったよっていうのがあったので、すぐ試してみたいと思っているところなんですけど、ちょっとしたベンチをやってみました。で、まあ、ここが2つが重要に違いないと睨んでいて、でもサーブレットを使ってちょっと CPU 回すようなやつを負荷かけてみましたと。で、まあ、タスクマックススレッズの変更に効果が見られています。IO スレッズは減らしてみてもあまり変わらないですね。まあ、これなんでかなと思ったときに、タスクマックスレッズっていうのは実際にタスク処理するところなので、まあ、あんまりちょっと強引かもしれないですけど、同時接続数に、実質の同時接続数に近いところなのかなと思っています。なので、CPU リソースに見合った数を用意するべきチューニングポイントかなと思っています。で一方、IO スレッズなんですけど、基本的にここ、ノンブロッキングでものをやっていくんですね。ハンドラーの前処理とかそういったところをやってますと。そうするとノンブロッキングで IO 多重化されているので、まあ、相当高負荷じゃないければチューニング検討するところまで出てこないんじゃないかというふうに個人的に思っています。なのでここに関しては1リクエスト1スレッドじゃないということですよね。 N リクエスト1スレッドであると、一つのスレッドで複数のリクエスト処理できちゃうので、あとしかもタスクにディスパッチしちゃうし、なんで、まあ、そこまで CPU 数の ×2 っていうのもすごく妥当なデフォルト値なんじゃないかなと思ってますので、やっぱりお使いというかお作りになった Web アプリケーションの性能によって、性能というか処理です目的としているスループットさばくには、ここら辺がまず見るべきとこなのかな、タスクマックスレスかなと考えています。ちょっとここら辺はもう少し深く検証してみたいと思っているところです。でこちらもう一個の IO の方で持っているバッファープールなんですけど、まあ、こちらは単純にバッファーサイズを持っているところです。結局スレッドを起こすときに、NIO のバイトバッファーを起こしますと、そこも設定になっています。これもそんなに見なくても大丈夫そうかなと思っています。
で、すみません、やっとアンダートーンのサブシステムに行くんですけど、まあ、大きく分けてこんな感じの5つの設定があります。で、このバッファーキャッシュですが、まあ、静的コンテンツですね、こっちのキャッシュによく使いますと。これデフォルト値で、まあ、全体どのぐらい使うか、この掛け算ですね。まあ、そこまで気にしなくても良さそうです。で、サーバー、これはあのアンダーと全体の設定になるので、結構重要になっていくんですが、まあ、リスナーとホストの設定をしていきます。まあ、ホストって何かっていうと、まあ、リスナーさんざん言ってきたんですが、まあ、ホスト何かっていうと、まあ、後でちょっとお話しするんですけど、まあ、ハンドラー、組み込みハンドラーとかを自分で定義したりとか、まあ、フィルターっていう機能があって、それを紐付けるところになっています。後でご説明します。まあ、サーバーの固要素にリスナーっていうのがあって、こちらですね、IO スレッズと紐付いている、受け付けるところっていうところなんですけど、まあ、こんな感じで CLI で設定を確認できます。まあ、サブシステムのアンダートーンのサーバーでデフォルトサーバーっていうサーバー設定の HTTP リスナー、デフォルトって名前の HTTP リスナーをこの黄色字のリードリソースってやると、ずらずらずらっとこいつの要素、アトリビュートが出てきます。すみません、ここで全部お話しするとちょっと厳しいので、後で、他の方法でこうやって確認できるよっていうのはお知らせしますが、注目すべきはここですね。バッファープールってのはデフォルトってなって、ワーカーデフォルトってなって、これ IO サブシステムで先ほど定義してたデフォルトバッファープールとデフォルトワーカーなので、まあ、ここで参照してるんだなっていうところになります。もし自分で別の、例えばワーカーを定義したかったら、サブシステム IO のところでカスタムとか、カスタムワーカーみたいな適当なのを作って、こっちで参照させる必要があるということですね。まあ、基本的には1個でいいと思いますので、まあ、このままで良いでしょうと。で、まあ、設定変更の仕方ですけど、リスナーの設定にレコードリクエストスタートタイムっていう、あのレスポンスタイムを出すときに必要なんですが、リクエストした受付時間を記録するかしないかっていう設定があります。まあ、これをデフォルトフォルスなんで、するときはズルするって感じです。で、まあ、そうするとこれ、この値の変更は一回リロードしないと反映されないタイプのものなので、まあ、リロードしてねっていうのはログが出します。まあ、CLI ではこんな感じで値を変更していきます。ここら辺全部タブ保管効くので、全部打つわけじゃないので、慣れていくとかなりスムーズにできますし、これをそのままテキストかなんかに置いといて、パコンとバッチみたいに流すこともできるので、GUI でポチポチやっていくっていうのも最初はいいんですけど、慣れていくとやっぱりこっちが快適なんじゃないかなとか、再利用性とか考えると非常に良いかと思います。で、ちょっと今、本当ちょびっとの属性しかお話ししてませんけれども、先ほどのここに対して、リードリソースだと今の設定値がざっと出てきて、リードリソースをデスクリプションってやると、まあ、この値はどういう返り値、返り値じゃないですね、型を持ってて、どういうものかっていうデスクリプションが出てくるので、他の値とかどういったものが必要かっていうのは、ちょっとこちらで確認していただければと思います。でバッターが起動してしまいました。F12 ですか。F11 か。F11 ですね。あ、すみません。あ、自分が思ったのと違う。失礼しました。多分アロウで。別にちゃんと。なんか文句言ってもしょうがないですね、スライドし。で、いっぱいずらずらっと出てきちゃうときなんですね。で、CLI って普通の標準出力なので、ちょっとそれじゃつらいと、マウスカーソルコロコロ押して、上から下まで見るとつらいってときは、こんな感じでリダイレクトできるので、普通のターミナルに戻って中身を見ることもできます。ここら辺、すみません、全部 tips な範囲中ですが、覚えておくといいかと思います。で次、サーブレートコンテナの部分ですね。まあ、こちらも全部の、アトリビュートはお話しできないというか、確認、先ほどのリードリソースデスクリプションを確認していただけると、
よろしいかと思います。まあ、ここで強調してお話しするほどの設定はないかなと思うんですが、例えば DSP の余分なスペースをトリムするとか、そういったところも結構あるので、必要に迫られてやっていくっていうのは必要かと思いますね。一旦眺めていただくといいかと思います。ちょっとあんまり全部言っていくと厳しいです。で、ここら辺からちょっと面白いというか、まあ、個人的に好きな設定、まあ、全部すみません、このスライドは設定できるものは大体触れてはいるんですが、まあ、これはあった方がよかろうっていうものはこの場でお話しさせていただこうと思います。で、アクセスログなんですが、まあ、トムキャットもそうですが、まあ、伝統的にデフォルトでは出ませんと。なので自分で出したいときは自分で出す必要があります。で、今回からレスポンスタイム出すのに、先ほどもちょっと言ったんですけど、レコードリクエストスタートタイムっていうのを出すようにしないとレスポンスタイム出ないようになっちゃったので、もしレスポンスタイムを出す必要がある方はこちらの設定もお忘れなくという感じです。私は個人的にアプリケーションサーバーでアクセスログを出す理由ってこのレスポンスタイムがもう最もだと思っていて、だいたい前段にリバースプロキシがいますと、ウェブサーバー、アパッチとか、エンジン X がいます。で、後ろにプロキシ先の JBoss、ワイルドフライがいるわけですよね。で、エンジン X のアクセスログを見るとすごい遅いけど、例えば JBoss のアクセスログのレスポンスタイム見たらそうでもないっていう時って、ネットワーク遅延だねとか、そういった切り分けができるので、やっぱり基本的にはやっぱ出すべきものなんだなと思っています。で、この辺のパーセント T とかパーセント A、アパッチとかとおなじみですけれども、この設定はこちら。の JavaDoc アクセスログハンドラーとか JavaDoc に書いてありますので、他の設定とかを必要であれば、パラメータ必要であれば見ていただければと思います。あとはすみません、 Tips ばっかですけども、ルートコンテキストの変更ですね、スラでアクセスできるようにするための方法です。で、まあ、AS7 以前だと設定ファイルだけでできたんですが、なんかちょっと JBoss WebXML 用意しないとダメそうなので、ちょっとこちらは注意が必要です。もしかしたら今後設定だけでできるかもしれないですけど、今はちょっとダメです。で、次にセッションクッキー。こちらも弊社で技術問い合わせとかを受けてるときによく質問上がったりするんですけど、JBoss とかワイルドフライで、クッキーの HTTP オンリー属性とかドメイン属性どうやって変えればいいんですかっていう質問もよく聞きます。やっぱりセキュリティのこととか、やっぱりクッキーのことはよくあるかと思います。で、これはS7EAP6 以前だと、ウェブアプリ単位、ウォー単位でしか設定できなかったんですが、ワイルドフライからグローバルに、ワイルドフライ1インスタンスに対してはグローバルに設定できるようになりました。なので、必要であれば HTTP オンリー属性ですとか、あと HTTPS が必要であればセキュアとか、そういったものを設定していただければと思います。これも重要かなと。ちょっと変わり種なんですが、シングルサインオンをワイルドフライだけで実現できますと。例えばアプリケーション、アップ1とアップ2っていうのがあって、認証方式があって、アップ1でログインすると、アップ2はそのままアクセスできるっていうような感じですね。どういう感じなのかなって見たら、クッキーの中に JSession ID SSO ってクッキーがあって、それに対して共有しているような作りに見えます。これは、まあ、いいのかわかんない。わかんないけど。で、まあ、これはあんまやらないかもしれないですけど、パーシステントセッションズっていうのがあって、セッションをファイルに永続化しますと。まあ、なんで JBoss1 インスタンスだけで運用してるぜっていう超男らしい人たちも落ちても平気ですね。ログインし直さなくても。いや、落ちてる時点でダメですね。まあ、あんまり気にしなくていいと思います、これ。で、ちょっと今まで、変わった設定の話をしていて、で、組み込みハンドラーとフィルターのお話をしたいと思います。ただこれって、あんまり対応しちゃうと、ポータビリティとの兼ね合いもあるので、まあ、一つのアプリケーションサーバーのこのグループユーザー会でポータビリティを強烈に言うのもあれかもしれませんけれど、まあ、ポータビリティを気にされる場合は、ちょっと用法、用量にはっていう感じですね。まあ、簡単に一つずつお話しさせていただきます。で、名前で大体言わずもがなって感じだと思うんですけど、まあ、ファイルハンドラーっていうのがあって、これ HTTPD のエイリアス相当ですね。ファイルシス例えば、ローカルのファイルシステムのスラバー、スライメージスに、ディレクトリに何か画像をガッと置いといて、
アプリケーションのスライメージでファイルパスでアクセスできるような仕組みです。これリバースプロキシー、これもなかなかアンダートーンの機能で素晴らしいですけれども、まあ、一つの、例えばこんな感じで、イクニイロハ020のなんちゃらとイクニイロハ030のなんちゃらをロードバランスしてラウンドロビンで振り分けてくれますと。これもすごいですね。あとはベーシック認証フィルターっていうのがあるんですが、ちょっと今バグってるみたいで動きません。なんかいろいろとセキュリティ周りかなりドラスティックに変わってるみたいで、なかなかそこに追従しきれてないみたいですね。なんか最近ワイドフライのメーリングリストにもこんな感じの認証どうよっていうの結構でかいのが出てきたんで、また変わってしまうのねっていう感じです。まあ、なかなか大変です。大変そうです。これも同時接続数の制限があって、例えばコンカレント100で旧サイズ5、まあ、リズムバックログみたいなもんですよね。でセットできますと。ただこれは全てのリクエストに対してかかっちゃうんで、リクエスト単位、パス単位で何かしたいときは、まあ、サーブレットであればフィルターとか、まあ、JAX-RS アプリだったら JAX-RS のフィルターとか、そういったものでやってきます。でも、木村さんにおんぶに抱っこなんですが、ちょうどいい感じのスマホを使った実装があったので、こちらがすごく参考になるかと思います。あと、これ GZIP 圧縮ですね。これもなかなかすごいかなって、個人的には思ってるんですけれど、まあ、こんな感じで CSS と JS をまあ、こういう拡張子持ったやつをプレディケートして GZIP でレスポンスした上でレスポンスしてくれると。これすごいですけど、すごいんですけど、まあ、普通ワイドフライの前にリバースプロキシがいて、そこでデフレート、元デフレートとか、そんな感じで使うと思うんで、まあ、そんな使わないんじゃないかなっていうのはちょっと思ってるんですけど、まあ、例えばリバースプロキシとワイドフライ間のネットワーク待機がちょっとやばいとか、リバースプロキシ自体が CPU をあんま使わせたくないとか、あとそもそもリバースプロキシがいないとか、そういった時に使えるのかなと思っています。もしなんかこういった感じで使えるんじゃないかって、別に使う理由を考える必要もないんですけれど、あったらこっそり教えていただけると嬉しいです。であとこれですね。まあ、レスポンスヘッダーに追加できると。まあ、マイヘッダーみたいな感じで。まあ、自分でフィルター書かなくてもここら辺できちゃうっていうのがいいんですが、まあ、ポータビリティのことも考えないといけませんねっていう感じです。どっちかっていうと、こっちの方がご興味ある方もいらっしゃると思うんですけど、デフォルトでサーバーヘッダー、ワイドフライすら8かな。あと、エクスパートバイ、アンダートスレッジを返すのがデフォルトで定義されています。でこれ、よく最近だとセキュリティの観点でどんなサーバーを使っているかっていうヘッダーレスポンス、レスポンスヘッダー返すのやめなさいって言われることもあるので、まあ、気になる方はここら辺出さないようにするっていうこともいいかと思います。あと、ハンドラとフィルターの組み合わせっていうのもできて、例えばさっきのスライメージスの中に、スライメージのに対するアクセスだけマイヘッダーレスポンスを返すとか、そういったこともできます。あとは、ちょっともしベーシックコースがうまくいけば、スライメージの対するアクセスだけベーシック認証をかけるとか、そういったこともできます。でちょっと私がちょっと調べきれなかったんですけど、エラーページっていうのがあって、これ、特定のファイル、HTML とかやると、あとコード404とか指定すると、きっとそのレスポンスコードにそのページを返してくれるって機能だと思うんですが、なんかまあ未実装っぽい感じがします。じゃあ、最後、いい感じに来ちゃったんで、あの後いろいろっていうことで、反対のお話をします。ちょっとあんまりカジュアルな話なんですけれど、この3つぐらいですかね。このスプリングブートスターターアンダートーってのがあって、これレジャグ漢字であられるところのマキさんのツイートを拝見して、ああ、こんなんあるんだっていう、分かったんですけど、スプリングブートっていう、ああいうのに名前は、ついてるんですかね。なんかちょっとあんまりすいません、カモにして知らないんですけど、ドロップウィザードみたいなやつって感じのスプリング版っていう。あれで、組み込みのウェブサーバー、ジェッティとトムキャット選べるらしいんですが、アンダートーンも選べるようになっているっていうのを作った人がいるみたいです。
で、なんか牧さんがスプリングブートの本を執筆されるっていう噂を聞いてますので、まあ、ぜひ私これ試してみたいなと思ってるところです。で、この真ん中のハンモックっていうのがあって、これ何かっていうと、まあ、レストイージーとベルドとアンダートっていう JBOSS プロダクト揃い踏みみたいな感じなんですが、それで実現したドロップウィザードっぽいやつです。ちょっとあんまり最近作者の人もこれに時間かけられてないみたいなんですが、まあ、かなり JavaEE で書けるってことになるので非常にいいかなと思ってます。あんまり機能はまだ全然積まないですね。あと私アンダートーのデブっていうメーリングリスト購読させていただいてるんですけど、まあ、ある会社のドメインの方からアンダートーをリバースプロキシとして使いたいんだけどどうなのみたいな質問が結構あったりとかします。なんで、まあ、単体でもかなりアンダートー注目度高くなってきてるんじゃないかって個人的には思っています。まあ、最後になりましたけれども、まあ、ウェブはこれからも進化していきますと、まあ、今後は HTTP2 バージョン2も出てきますし、やっぱ企業にとってもどんどん重要なものになっていくと私は思うんですね。で、アンダートーはそういった要求にちゃんと柔軟に追従できるように新しく刷新されて作られましたと。で、しかも従来のアプリケーションでも申し分のないパフォーマンスを発揮できるポテンシャルを持っているとすごく感じています。ただですね、やっぱり、はい、最初のコミュニティは2012年の7月と、まだ2年弱なので、まあ、ぜひ応援皆様していただければと思います。例えば機能不足ですとか、今までできてたのにこれができないとか、まあ、単純なバグとかあればこじっとしてるんじゃなくて、まあ、要望ですとか、そう頑張ってみてプルリクエスト出してみるですとか、まあ、ここは OSS の醍醐味なのかなと思います。私もすごいちっちゃなとこなんですけど、さっきから怒涛のレスポンスタイム推しだったんですが、アクセスログのレスポンスタイム出なかったんですね、最初。で、こんな感じに出したらいいんじゃないっていうのをちょっとポロッとイメージ出したら、すごくアンダートーンのスペックリードの人が温かくですね、もう悪くないんじゃないみたいな感じで、ちょっと議論をして取り込んでいただくっていうのは、まあ、私ぐらいの人間でもそういったところを受け入れてくれる器があるコミュニティですねと。なので、ぜひ皆様も、まあ、田辺ができてるんだからぐらいの気持ちでやって、まあ、それ以降も全然何もやってないですが、まあ、見ていただけるとすごく生き生きとしたウェブサーバーの開発具合になっていくんじゃないかなと思っています。まず、ね、これ以上、発表は以上になります。ありがとうございました。まあ、これ以降は参考にした資料等載ってますので、もしよろしかったら参考にしていただければと思います。何かご質問とございますでしょうか。すいません、はい、2つありまして、先ほどグローバルにクッキーの設定とかを変えられるという話でしたが、まあ、アプリ側でも設定をするときがあると思うんですけども、そこと競合しないですか。アプリ側の方が優先される。すいません、ちょっと確認しなかったですね。基本的に普通の JavaEE の感じでいくと、アプリが一番こうスコープはこう一番手前からだと思うので、そこでやると思うんですが、まず調べます。すみません、やってなかった。片手落ちです。あと、すみません、先ほどその CLI でいろいろその設定、まあ、チップスみたいにいろいろ設定できるようなのが分かったんですけど、まあ、現在、何を設定されているかっていうのは、一覧必要するのはやっぱ CLI でできるんですか？それとも XML とか。まあ、XML は先ほども申し上げました通り、デフォルトの値っていうのは表示されないので、デフォルトの値のアトリビュートがそもそもどういうのがあるか分かんないんで、そういうのをデフォルトで設定されているものを含めて全部出すとなると CLI です。で、一覧です。一覧です。という感じですかね。何かございますでしょうか。こんなもんですかね。そしたら田辺さんどうもありがとうございました。もう一度拍手をお願いします。以上でですね、レッドハットさんと共同開催のワイルドフライ
8ローンチ記念のイベント、ナイトセミナー、使用させていただきたいと思います。そして、ナイトセミナー終了後の懇親会は、どうなってましたっけ？はい、なので、どこかのお店行って、やると思いますので、懇親会参加される方はですね、ちょっとこちらの部屋、残って、この後残ってください。そうしましたらですね、また今後ですね、JAG ナイトセミナー続きますので、引き続きご参加いただければと思います。本日はナイトセミナー参加いただきありがとうございました。